はい、どうも生活感すごすぎチャンネルの犬田です。みんなおはよう。ま、朝ってこと顔見たらわかるか。いやほんまさ、もうお部屋さ、汚くしちゃったらとことん汚くするタイプなんですよ。で、綺麗にしたら本当にとことん綺麗にするタイプなんですね。昨日のお寿司が、これ悪さしてるな、これ電話してるしさ、うん、爪切り忘れてさ、もう爪伸びて伸びて、足の爪とかもめちゃくちゃ伸びてさ、みんなの爪のおかげで休憩する人出てくるんちゃうかってぐらい爪伸びたんですけど、まあ勘弁してよ。じゃーん、まるでサンタさんじゃないの、ニット。ピスタチオにもなっちゃったの、ニット。これ手頃ないの、めっちゃ可愛くて気に入ってんやけど、キャリーケースぶち込んでたからほんまシュッシュだったけど、まあ着てたら重みで伸びるでしょ、両方とも。これ着ていこうかな、今日。どこで買ったっけ、アダム・エト・ロペっていうところで買ったんやけど、これさ、みんな赤とか普段選べへんやんか。けど、大阪のナンバのアダム・ロペで買ったんだけど、店員さんがこの服を着てて、可愛すぎて、その店員さんがね。もうね、気づいたらね、ほんとゾンビみたいにテクテクテクって歩いててね、それくださいって。その店員さんね、まあいっぱい接客してくれたのよ。ほんならね、後日ね、DM していただいてね、実は分かってたんですけども、知らないふりをして接客させていただきました。本当に来ていただいてありがとうございました、みたいなふうにね、言っていただいてね、分かってたんやと思って。全然そんな素振り見せへんかったから、プロ意識すごすぎやろと思いながらも、嬉しかった記憶がある思い出のニットでございます。でもほんま生地もめっちゃいいしな、これ。あ、これでもいいな、でも。これもいいんじゃないかな。大観覧っぽいよね、これ。最近購入した商品を見てください。じゃん！さっきのブランドのアダム・イット・ロペとバブアーのコラボレーションのこちら、なんか6万円とかしました。だから、なんか普段黒とか買わへんねんけど、まあ、ちょっとまあ、一昨年に卒業したんですよ、私。でもなんか、まあ、黒と言いつつもこれリバーシブルでも着れるから、まあまあまああれだなと思って。しかもバブアーのさ、知ってる方あれだと思うんだけど、油塗ってるやつ多いやん。でもこれ油塗ってないやつやから、あのいいんだよね、肌触りみたいな、こう着心地みたいなの重くもないし。そしてこれもまたアダム・イト・ロペのダウン。いやー、ダウンはね、もうほんとね、一昨年にね卒業しようったんですけども、ついにまた手を出しちゃいました。なんかダウンってな、あんまりこうモコモコするし、ほんまもうファッション度外視してあったかと取りやがってって、ほんと一昨年まで思ってないけども、なんかこれすごい可愛くてさ、もう超可愛いの、これ。まず細やかなところから可愛いんだよ、こんな感じで。タグとかも方向まで締めたもんだろう、見てよこれ、あーら可愛い。これしかもダウンのくせに割とスッキリしてるっていう、このスマートな感じに惚れて、色も可愛いしな。最近のちょっとした購入品紹介でした。これいくらやったかな、3万円とか4万円ぐらいやったかな。これも1万5千円ぐらいかな。これは2万円ぐらいやったかな。服ってさ、ねえ、あのシワがシワがかわいそうに、クリーニング出さない。私ね、突然なんですけども、今年そろそろ引っ越そうと思っています。この家もう3年ぐらいお世話になったんじゃないですか。もうひにゃ同じところに 2,3 年住まないって決めてるんですよ。めっちゃ気に入ったら知らんで、18歳の頃に家出て、で会社の寮に2年住んで、住所の方に1、2年住んで、1ヶ月知り合いの方に借りたタワーマンションに住んで、そこから東京の方に1人で宿を借りて、で今ですわ。あ、結構転々と来てるんですわ。ほんと環境が変わると気持ちもガラッとパワーエネルギーが変わるじゃないですか。なんかまあそれをするためにも、同じとこにいたらね、そりゃ幸せですよ。そりゃひなだってここ正直引っ越したくないんだけども、やっぱりね、これ決めとかんと人はね変わらないっていうことで、ステージアップ、パワーアップするためにも、ストレスがかかっても次のステージに進むっていうふうに決めて、私は引っ越すようにしてるんですけども、今年引っ越します。でもどこに引っ越すかな、何でもできんねん、ひな。勤めてる会社とかがあるわけじゃないからさ、選択肢が多くてクワクワしますね。あ、これジュリちゃんにもらった香水器をつけようかな。
四季の香りを楽しむ。私はこれ 2S で、ね、選んだんですけど、本当に一振りしたらもう夏の香りが追いかけてくるんですよ。あ、可能。その夏って夏の部分でも嫌な部分のって、そうそう、夏の海だったり森だったりを連想させるような香りで本当に素晴らしいですね。今回代官山に行くオーメインディッシュはこれベスっていうところに、まあ、引っ越したいって言ってたやんか。私そのベスっていうところは何なのって、まあお家を建てる人とか特におすすめしたいスポットなんやけど、いろんなモデルハウスみたいなところが置いてる場所で本当に誰でも入れるみたいで、今日はそういうところがあるっていうことで行きたいんだよね、まあ、いつかは、ね、別荘も欲しいしな。海外に行った時にエアビーを利用してたんやけど、結構何回かで、やっぱさ、その貸し出しの家やんか、ってことは誰かの作った家だったり誰かの家を貸し出されてるわけやんか。そういうのでちょ自分が家を持った時にこういうのに登録して誰もが利用できるスポットにできたらいいなって、で自分が行った時はそこ利用できるみたいなっていう風にいつかしたいなって思う夢もできましたね。結構ね、あのそういう細やかな夢いっぱいあるんだよ。別荘の話はまだ先の話やで、まあデートスポットに使ってもいいよみたいな感じなので、まあじゃあ、 あのモデルハウス見にデートしに行きますかみたいな感じですわ。今日セットします。ではいつもこのウェーボのワックスとこのグリースを混ぜてセットするんですけども、これは香りが素晴らしくて本当にもう高校生の時からこのウェーボを使ってるんですよね。このグリースは前も言ったけどキープ力っていうか粘りっこい粘りっこい、もうどんだけ風浴びたとしてもニチャニチャでいてくれるから、セットよみがえってくれるから、これとこれのコラボレーション素晴らしいですよ。まあ知らんけどこれはひなの特別ブレンドですよ。でほんともくっちゃ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 してちょんちょんちょんってやって終わりです。このセットも一期一会ということでね、どんな髪にも愛しましょう。こちらフォールスルスのピアスなんやけど、これめっちゃ可愛くてさ、もう多分見えへんと思うんやけど、めっちゃ小さい文字で刻印でポールスミスって入ってんけど、まあこれは見えへんよな。ポールスミスのアクセサリーはデザイン性に富んでていいですよ。でも結構ね、店頭に置いてるやつは入れ替わりが激しいので、本当にねグッドタイミングで行かないといいのにはなかなか出会えないんですけど、人気なんですぐポン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 売れて、これ韓国の問屋で買ったイヤーカフです。こちらもポールスミスのロンドン地図指輪です。鎌倉で作った手作りリングです。さあそれでは代官山の町へ行きましょうか。ぴょん、代官山に到着しました。うん、でもいちいちお店あったらいけてるよ。そしてこのサングラスいけてるでしょ。これさ、パカって開けたらさこんな感じなんだけど、代官山の魅力を突き止めたいと思います。でもな、やっぱな、街がおしゃれやからかな、みんななんか乗ってる車とか服とかもいけてんねんな。そんな気がする。街のおしゃれ度と住民のおしゃれ度比例してる説ね。どう思う、パトラちゃん。本当にそう思う。思うよね。だからやっぱいかに環境が大事かっていうことが、この道の広さからしていいもんね。まず道の広さとかそんなんどこも一緒やんって思うやん。違うねん。あのね、建物がいちいちね調和されてるんだよね。このマフラーさ、ね、昔古着屋さんでめっちゃ集めてたんやけど、いくら1万2、3000円とかで売ってるやんか。いや、ほんまに買い物上手すぎてこれ3000円ぐらいでいつも仕入れてましたね。でメルカリで転売屋してました。あ、着きました。ベス、じゃーん、じゃ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 、未来人へようこそ。ベスマグマへ。ここは新しい未来性を感知できる場所、暮らしを文化する場所です。しかし万人向けではありません。私は YouTube と一緒ですね。明日を作る未来人の皆様、過去の延長線上にはないその門をお入りください。お化け屋敷？いや結構挑戦的な文章やな。なんかこれ書いちゃうあたり、うんうんうん、ワクワクしちゃうね。この門お入りさせて申します。まずは受付からなんでね。こんにちは、お願いします。ご来場初めてでしょ。はい、初めてです。ありがとうございます。こちら、ご記入をお願いいたします。はい、わかりました。
チョコレート大好き、はい、ラムネを、あ、はい、大好きです。こちらご覧になりながら、はい、はい、ちょっとくつろぎに行かれてください。え、くつろいでいいんですか？くつろいで大丈夫です。言いましたね。すごー、モデルハウスが5個。そこは自由に行き来してもいいということなので、今から冒険したいと思います。ここ入ろう。いいよ。もうこんな映画いいわ。すごい。こんなところでさ、こんなのして本なんか読んじゃったりして、飽きたら外見て虫けらの音なんか聞いたりしてね。憧れるな。虫けらは言わない。ちょっとアンティークな感じの木な感じするね。ただ物じゃないというか、こういう見てみて、挑戦的にね。ここにペンキはみ出しちゃったりしてね。自由やから難しいね。でもさ、その中でこういうさ、モデルハウスいいよみたいなの作ってくれるのはさ、ありがたいよな、うん、これとかもさ、デザインなんかちょっと燃やしましたみたいな感じやもんな。じゃあマジでマジで来てこれとか、でもさ、これすらさ、この家に来てしまえばさ、おしゃれに見えるやん。うん、めっちゃアイディアの宝庫やわ、ここ。素晴らしいですね。最近空間デザインやったしね。いや、最近そう、空間デザインにとても興味があって、本当にみんなちゃんと家作りたいのよ。いや、素晴らしいよ。こんな家に住めたらさ、友達毎日呼ぶんやけど、ね、2回午前の部と午後の部で2回転すんの？2回転しちゃうね。こういう家作れるんだよっていう施設やんね。こういう家を作ってるんだよって。ベスは家を作ってるんや。そう、家具とかはまた自分たちで調達しないといけないけど、いや、家を建てたら絶対やりたいことがあるんやけど、この薪の準備を絶対したいんよね。で、寒いなとかって言われたら、もうちょっと待っとけよとか言ってちょっと待っとけよとか言ってさ、使い古してます、いつもやってますよみたいなグローブを使ってね、何分温まりたいのとか言って、その分数に沿ったこの本数をね、じゃあ、30分温まりたいとか言われたら、あ、30分か、じゃあ、いい、見よう、15分だねとか言って、こうやってやってで、こうやって入れてさ、ほんで、これ、火どうやってつけんだ、これ、火どうやってつけんだ、これ、火どうやってつけんだ、決まんないなとか、やりたいわけですよ、レトロな暮らしを僕はやりたいんですよ。でも、これはまだ先の話。でも絶対にひなは将来何歳にしよっかな、40歳50歳ぐらいにしよっかな、でお家を各所いろんなところに建ててナチュラリーな生活をしたいんですよ、いつかは。こうナチュラリーだけやったらちょっとつまんないよねということで、ちょっとハイブリッドを混ぜつつ、例えば滑り台を入れてみたりとか、トランポリンですごく飛ばないと入れない家だったりとか、スノボをしてたらスノボをそのまま直結して家に入れちゃうとかね、なんかそういう家とかも作れるってことですもんね。これ本当に誰でもフラッと見に行けますし、スタッフの方とかもついてきたりしないんで。え、ちょっと待って、ここが行きたいんやけど、ひな、やばい、ここ、こういうことしたいのよ。体力ある人しか入れませんよみたいな家作りたいわけ。もうおばあちゃんどうやって入れるんよってうちのおばあちゃんに言わせたい。友達とバイバイするとき、うん、ありがとうね、ありがとう、今日バイバイ。え、はい、うちんちここからしか入られへん。え、そうなん、もしかしてあんたち普通の玄関？あ、1階にあるけど。え、つまんねー、じゃあ、お疲れー。玄関開放感やばいな。見て、登りロープ、これは楽しい。本棚とかもめっちゃ高い本棚作りたいねんな、こういう。になってさ、になってさ、本いっぱい読むからさ、本いっぱい読んでさ、もう今の家本溢れてんじゃん、うん、だからさ、こういうさ、高いさ、本棚ほんまに欲しいねんな。あ、見て、ちょ、ポドラ、はい、このキッチンめっちゃ良くない？うわ、これは憧れる。すごい。だってこれやったらさ、うん、アナコンダとかの調理できるかな。アナコンダ調理しないけどな。でも、ハンマーシャークははみ出るね。横に横がね。懐かしい、これ誰からつけるの？やめて、本当に嫌い、それ。ねえ、本当にうざい。やめて、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 や
すごっ。あ、すごい。お邪魔します。何このおしゃれな金魚鉢。金魚鉢ではないんじゃないかな。気をつけて上がって。はい、今日は来てくれてありがとう。キリが一番の来場者だよ。見て、ここうちの子供たちがね、勉強よくサボるから監視できるようにここにしたんだもしかしてこれ子供たちの部屋。これそう。これは違うよ。たまに来るんだ。何が。鹿。鹿ヤボンは揉まれて息となる。ではオレンジの家にお邪魔させていただきたいと思います。うん、あったかい家やね。ねえ、木はいいな。もともと人は木に囲まれてきたのが本能レベルでわかりますね。大観山に来る際はぜひベスデートスポットおすすめです。1,2 時間ぐらいは遊べちゃいますね。スタッフの方も言ってないけど、もう居心地よすぎてずっとここでいるかと思いますとか言ってしかもなんかベスでお家を購入した人同士がなんかもう仲良くなっちゃって、ここに集まってなんか意見交換をしたりとかっていう風にしたりとかしてる人たちもいるらしくて、そういうのもいいよね。なんか共通でやったものがあったらさ、喋りやすいし仲間もできやすいし、こういう施設があったらさ集まれるもんね。じゃあちょっとなんかお腹も空いたっていうことでね、お散歩プラプラしたいと思います。ぴょーちょっと待って、ちょっと待って、今、喉渇いたからコンビニ行こう思ってファミマ来たんやけどこんなおしゃれなファミマ見たことないんですけどほらね、代官山とかまで来るとね、ファミマもおしゃれなんですよ。ファミマはこんなオレンジのライト焚いてるの見たことある。キャラメル屋さんに来ました。代官山となるとキャラメル専門店みたいなのがありますから、これずらっと一個一個単品で選んでいけるっていう。いや、これ1個食べたい。これ1個で買えるのいいな。いやー、買いました。食べよ。食べる。遠慮なくいただかせていただきます。感想は正直に言わせていただきます。チョークみたいうまい。シンプル。キャラメルといえばって感じの味するね。あーらま。いやー、大会は楽しいですね。カフェか、なんかご飯食べに行きましょうか。素敵な、素敵なイタリアンです。めっちゃいいやっけ。かかすぎた。食べよう。イタリアンのお店に来たくてイタリアン今日は来ました。隠れメニューじゃないんですけど、一応明太子のパスタをリゾットに変えてモッツァレラで食べていただくことが結構多いですね。なんか明太子とかチーズとかって合いますか。あ、全然あります。なんかチーズの、もうすっごいチーズみたいなのを食べたくて、とってもとのチーズ食べたくて、はい、それと明太子プラス生パスタに変更してもらって、はい、あ、でも全然全然じゃあそれで終わりました。はい、もうごってごってでお願いします。ごってごってで終わりました。自家製ジンジャー続きまして、皆さんもお手の物拝借どうぞ。バイバイ。自家製や。っていうかさ、昨日さ、顔脱毛行ってんやん。その顔脱毛してくれてた看護師さんがさ、めっちゃ癖強くてさ、気だるい女子やってんけど、結構、はい、よろしくお願いしますみたいな感じの、めっちゃ、うわ、めっちゃ面白いなと思って。韓国の美容医療の話になって、最近、あ、韓国行ってたんですよねとか話をしてて、あ、でも韓国は絶対行った方がいいですよね。韓国の方が安いですし、本当に施術もおすすめなの多いですね。とか言ってたから、え、韓国行ったことあるんですかって言ったら、ないっすね。ビッビッビッ、え、ないやおすすめしたのにみたいな。まあ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 、まあ、面白いな。いっぱい SNS 見てるのかなと思って、なんか顔脱毛の話になって、なんかもう全然抜けないからしつこいですよね、うん、ビッビッ。え、じゃあ看護師さん、あれですか、顔脱毛したんですかって言って、え、しましたよ、もう何十回も数えきらないほどって。え、そんなにみたいな。で聞いたよな、え、じゃあこれ希望やわって。顔脱毛やり始める2回目やねんけど、え、じゃあその顔脱毛をそんな何十回もやってどんな効果ありましたかって、やっぱすごいんですかねとか言ったら、あんま変わんないっすね。ピッピッピッ、今施術してんのに絶対言ったらあかんでしょって。いや、あのさ、もうさ、正直者すぎてファンになっちゃったもんね。え、今買われへんことお金かけてやってんやと思いながらさ、16,000円ぐらい払わないなと思って。毛穴使うもそんな変わんないと思いますしね。いただきました。
ケールのサラダ。ケールのサラダに自家製フォッカチオ。自家製フォッカチオ。あ、フォッカチオ。いただきます。いただきます。うん、まっ、味付けうまっ、ドレッシングうまっ、これチーズうまっ、何これ。みんなが頼んだ生パスタチーズブリブリが来ました。あ、今からですか。いや、もうチーズ好き。あ、マシマシが好きだったみたいな。マシマシやってくれるんですか。はい、すよ。マシマシで。マシマシで。うわもうストップがかかるまでずっとかけて。え、ほんとですか。天井につくまでやったの。あ、全然、はい、そう、嘘つけ、はい、いやいや、チーズいっぱいあるので全然ありがとうございます、大丈夫です。はい、本当に大丈夫ですか。はい、大丈夫です。すごい、もう見えへん、もうやばい。どう思いますよ。いただきます。うまっ、めっちゃ美味しいです。チーズで窒息するかと思いました。あ、ありがとうございます。味濃くなってます。あ、美味しいです、すごく。ありがとうございます。めちゃくちゃうまい。ここのお店美味しいわ、全部美味しい。本日代官山ブラブラデートいかがでしたでしょうか。めっちゃ楽しかったね。皆様もこれからお家を借りたいなと思ってる方だったりとか、別荘を建てたいなと思ってる方だったりとか、まあ代官山ね、暇やしちょっとプラッとデートに使おうかなっていう人も全然ありだと思います。なので、あの、このベスは全国にあるので、もし自分のね地域でもあるのかちょっと検索して一回確認してみてください。あるかもしれません。というわけで皆様、今日は代官山デート見ていただき、どうも動画最後まで見ていただきありがとうございました。今日もみんなの夜が最高になりますようにって言われて、今日もみんなの夜が最高になりますように。グッバイ、シューイナブレッシャー、ウッション。